タマーサの世界の旅インエジプト、ぴょんぴょん。こんにちは、タマーサだよ。今日はね、すごいところに来てるんだ。エジプトっていう国なんだけど、どんなところか知ってるかな？まずエジプトはね、とっても熱い砂漠があるんだよ。爽やかなオアシスもあって、ラクダがぐっと喉を伸ばして水を飲んでるんだ。そしてね、エジプトにはピラミッドっていう三角形の大きな建物があるんだ。昔の人が作ったんだって。びっくりするくらい大きいの。エジプトには川もあるよ。ナイル川って言うんだけど、この川のほとりでね、美味しい野菜がたくさん育つんだ。そしてね、すごいのはミイラ。昔の王様がお化粧して、ぐるぐるにお布団を巻いておねんねしてるんだよ。さて、エジプトって本当に不思議な国だね。タマーサはもう大好きだよ。それじゃあ、次はどこの国に行こうかな？みんなもエジプトが気になったかな？もっとたくさん知りたい国があったら、ぜひ教えてね。このチャンネルでは大人気タマーサの世界の旅シリーズをはじめ、子供の成長に役立つ絵本を毎日配信中。タマーサとお友達になって楽しくお勉強しようね。そして、まだチャンネル登録してないお友達はすぐに登録。いいねでタマーサを応援しよう。またね。